江原博之。1964年に生まれた一人の男の子は、幼い頃からある特別な力を持っていたという。そして今、江原はその能力を用いて死後の世界と交信し、この世を去った亡き者たちのメッセージを伝え、悩める多くの人を救っていく。そこで今回、江原はその能力を駆使し、世界に存在する様々な超常現象の謎に挑む。江原が向かったのはイギリス。中世より心霊世界の研究が盛んに行われ、スピリチュアリズムという学問が定着しているイギリスで、かつて様々な霊的知識を学んだという江原は、再びこの地で自分の能力の原点に立ち、超常現象の謎に迫る。誰でも霊能者になれるのか。イギリスでも話題のハリーポッターのような霊能力開発学校に江原が向かう。普通の人もまだ気づいてなくて、そういう能力がこう自分で身についていく。当たってない。ドイツで江原と同じく亡き家族のメッセージを伝える霊能者がいた。前代未聞、そのカリスマ霊能者が江原を霊視する。オートバイの事故で死んでるんです。手を振ってるっていうその映像が見えたの僕に。超常現象はなぜ起こるのか。客席から寄せられた疑問質問に江原がその場で回答。そこでも奇跡が。怖くてほらキラキラ。本当に恐れないことなの。人生は旅と一緒なの。帰国するの必ず。イギリス中が震撼したゴーストレポート。400年の時を超え存在するその洋館で一体何が起きたのか。江原がその解明に挑む。違うよ。ね、スピリチュアルカウンセラー江原博之の原点ともいえるイギリスで次々に起こる不思議な現象。死後の世界は本当にあるのか。霊能力とは一体何なのか。人知を超えたその謎が今解き明かされる。大勢で行かなきゃダメですかね。江原博之の超常現象解明スペシャル。こんにちは。さあ、始まりました江原博之の超常現象解明スペシャル。進行役を務めさせていただきますフジテレビアナウンサーの佐藤理香です。そして私のお隣はスピリチュアルカウンセラーの江原博之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。それではゲストの方をご紹介いたしましょう。勝俣邦和さんと伊藤優子さんです。よろしくお願いします。そして早見美優さんと金子隆さんです。よろしくお願いします。イギリス、ロンドンに行ったんですよね。はい、そうなんです。あのイギリスっていうのはもともとその心霊研究っていうね、こういう世界の研究が、はい、一番最初に行われたというのがイギリスなんです。その理由というのがね、はい、霊的世界を否定するためにできたんです。ないって断言するならば断言できるだけの証拠を出さなきゃいけないっていう国なんですよ。そのから後にこういろんな実験をやっていくうちに、あれは否定できないってことになって、そして霊的世界を心に留めて生きていこうという人たち、これをスピリチュアリストというんですけどね、そういう人たちがたくさんいる国なんです。どっちかっていうとあの嫌いですか、そういう話がダメなもんで。でも今回今回一緒に行かせていただいたんですよ。もうどうしようかと思ったんですけど、今回江原が日本を飛び出し向かった先はイギリス。かつて世界に先駆けて産業革命を達成し科学をリードしてきた国。一方で心霊世界の研究も盛んに行われ、その成果は他の国々の追随を許さない。その世界一のスピリチュアル先進国イギリスに江原博之が赴いたのである。心霊の世界っていうのはロンドンが先進国だって聞いたんですけど、それこそケンブリッジとかね、大学の中でもそういうのがあったんです、はい、研究室が。そんなに 前から研究団体とか、うん、あとは学校とかね、学校そういうのがいっぱいあるんですね。遡ること15年、江原は自分の能力を訓練するため霊能者の育成で最も権威のある SAGB という霊能力開発学校でスピリチュアリズムの基礎を学んだ。全部ここで教えられたこと、ここで言われたことを実行しているだけなんです。じゃあもしかしてイギリスはもう江原さんの思い出の地という感じですか。原点、僕の原点。なるほど。今の活動のね、これ
これからね、はい、実は私のね、ロンドンにいるね、はい、友人、はい、金城さんって言うんですけどね。日本の方ですか？そうです、はっきり僕は言えるけど、この英国ロンドンの中で、はい、日本人で、はい、ミディアムとかヒーラーとしてね、はい、活躍してる人は彼しかいないと思う。あの方ですかね？そうです、はい、そうですよね。あ、はじめまして、金城さん。はじめまして、伊藤さんです。お久しぶりです。伊藤です、よろしくお願いします。金城博さん、彫刻家としてロンドンにやってきた彼は40歳の時に江原と出会う。金城さんの秘めたる力を見抜いた江原の勧めで SAGB に入学。現在では日本人初の講師を務めるまでになったのである。また金城さんは霊的能力を使って人間本来の健康状態に戻していくヒーラーとしても活躍している。その金城さんと一緒に訪れたのはスピリチュアリストチャーチ。ここは中世から霊能力を信じた人たちが独自に建てた教会でイギリス中に存在する。そしてこれらスピリチュアリストチャーチでは霊能者が亡き家族からのメッセージを伝えるデモンストレーションが行われている。そういう目に見えない世界、霊的な世界、すごい興味あるんだけれども、自分で見たり体験何かしないと僕は信じられないって江原さんに言ったんですよ。そしたら江原さんが、あ、金城さん、ロンドンにはそういうことを学べるところがいくつかありますよ、たくさんありますよ、こういったとこ行ってみたらどうですかって教えてくれたんですね。ただ1年間ぐらい瞑想してても僕は何にも見えなかったですね。普通の人もまだ気づいてなくて、そういう能力がこう自分で身についていくこと。当然当然、ね、私はもともとあるったって、うん、僕だってもともとあっても訓練はしてますからね。あ、そうですよね、訓練しなかったらやっぱりそういうのできないから、うん、そういうやっぱり訓練って大事なんですよ、うん、40歳まで全く霊の世界を信じなかった金城さん。しかし2年ほどで人のオーラが見えるようになり、6年目には霊も感じるようになったという。じゃあ金城さんはそうやって何年も何年も努力して今の力というかが存在するんですね。そうですね。じゃあ隣で授業を行われる場所ですけど、ね、さっき声がしてるのは授業をしてるんですか？行ってみましょうか、楽しそうじゃない。そしていよいよハリーポッターのような霊能力開発学校に潜入。果たしてそこにはどんな世界が広がっているのか。江原が金城さんと訪れたのはスピリチュアリストチャーチ。そこでは霊能力を訓練する授業が行われていた。今行われている授業は初級者クラス。その内容はタロットカードを使い、前にそのカードを持った人が残したオーラを読み取る訓練や、箱を破いて無造作に置かれた紙の断片の位置からインスピレーションを感じ取るというもの。エンクエラスクールとかそうそう、わけあいあいな、わけあいあいな感じですね。楽しめて、うん、楽しそう。そして伊藤も参加させてもらうことに。体験するのは色から出る波動を読み取る訓練。これは好きな色、嫌いな色、どうでもいい色を3色選び、色の波動を手で覚え目隠しして当てるというもの。伊藤が選んだ好きな色は黄色、嫌いな色は緑、どうでもいいのは紫。果たして目隠しした状態で波動を感じ見事当てることはできるのか。これはね、嫌いな色。If you tell it, we won't know. グリーン。これ黄色。That's the yellow. これがどうでもいい色。Well, that's the one that's, I don't really mind about the middle one. 当たってない。当たってないこれ。手触りが全然違うんですよ。話しますけど。続いては座っている椅子に自分のエネルギーを落とし込み、席替えをした後、前に座っていた人の感情や思いなどを読み取る訓練。気持ちを沈め集中する伊藤と席を変わったのはこの女性。まずは伊藤が彼女の思いを読み取る。そうですね、前に前にこう行きたくなるような感覚。決して嫌な感じではないんですが、こうなんかこう歩き出したくなるような。Yeah, yeah, I'm very, very energetic, very go-getting, motivated. いいリーディングだと思います。本当ですか？That's what I felt. How did you feel about Ito-san?
Yeah, when I was in her energy straight away, it felt very light, a very kind of light kind of energy. Immediately, I got a sense of, like, it was quite heavy around here. I don't know if she has a lot of mental activity. She kind of thinks a lot. ああ、考えすぎなとこもありますね。短所で、あの、考えすぎるところって書くんですけど。当たってるといえば当たってるんでしょうか。これらの訓練を1年間続けていけば、クラスが上がっていくという。日本でのカルチャースクールのように、イギリスでは気軽に霊能力というものを学んでいくことができるのだ。もう本当学校ですね。でもあの金城さんは40歳から訓練をされて、もう今や講師まで。そうだから私がそうですね、第三者のことであなたに能力ありますよと言った一人目の人ですね。ちなみにあの私たちも訓練すればそういう才能で出ます。あのね、オーラは訓練次第でどなたでも見えるようになります。あ、人のオーラなんですか。はい、まずね、薄く暗くっていうか、ね、暗くなった方がいいんですけど見やすいから。あとは暗い背景ね、こう白いところっていうよりもやっぱり黒いところの方が本当は見やすいんだけど、黒い方がいい、うん、でその幽体のオーラの中で一番強いのが手なんです。手を合わせたり離したり、合わせたり離したり、指先をつけたり離したりでね、色で見えない最初のうちはね、白い湯気とかもやみたいな感じとかでね、で何回も繰り返していくとね、こう納豆がこう糸を引くみたいにね、ビュンビュンビュンってこうなるんですね。見える方いらっしゃいますか。糸引くなっていうのが見える、ね、でそういうのをね毎日のようにこう訓練していくんですよ。それとあともう一つは、ね、オーラを触るって、こうね遠いところからね徐々に徐々に近づけるんです、うん、そうするとその目を閉じてる人がね、あ、なんか触られてるっていう感覚をするとこがあるんですね、うん、それでいて触る方の側も、あ、なんか弾力があるっていうところがある、それがその人のオーラの大きさを表すんです。いや、そんな小さいはずありません。僕もバカにしてるから。オーラなんじゃない。ありますよ。すごいでかいですよ、僕は。そんなことはないですけど。卵型にこうあるんです、球体でね、自分を全部取り囲んでありますから、だから前だってできるんですよ。だから勝間さんだと本当はこの辺なんて、もう、え、そんな大きいですか。その僕も、はい、今触られてるって感じますよ。見てたじゃないですか。色とかあるんですか。色あります。あ、ね、割とね赤色が強いんですね。で性格を表すのが赤色ってことは、うん、割と、ね、やっぱり熱血感で単純っていうところを表す。熱血感だけど止めとけばいいよ。ね、単純っていうと。だけどもね、あのちゃんとね、あの紫色のグラデーションが入ってるから非常に情がもろくて優しい人。こう洋服が反射してるんじゃないですか。違います。全く。ありますの言葉。この中で一番、まあ、そういう意味で才能が。勝俣さん。勝俣さん。ありがとうございます。ちょっと念力の強い人なんですよ。だから自分がねこうしようと思うとそうなるところあるんですよね、元々が。確かに。そうでしょ。こういうふうにしようっていうことを常に念じていくことによってそこにたどり着くっていう。念じる癖をつけておいたらいいってことですね。そうです。嬉しいな。番組に届けられた一本のビデオテープ。そこにはドイツで人気のテレビ番組が収められていた。出演しているのは。ヨーロッパで著名な霊能者ポール・ミーク。イギリス生まれの彼は江原と同じようにスピリチュアルカウンセラーとして活躍し、天国にいる亡き人からのメッセージを届けている。それはまさしくドイツ版天国からの手紙。今回我々が取材をしていることを知ったポールは、ぜひ江原に会いたいとドイツからはるばるロンドンを訪れた。また彼の代表的な著書天国の住民が教えてくれることは日本語にも翻訳され話題を呼んでいる。江原とポール・ミーク、この国の違う2人が見えている世界は同じものなのだろうか。それとも私は日本でね、あのやっぱり天国からの手紙って言ってっていう番組で、あのたくさんのこうメッセージをね、あの伝えてるんですね。でそれはやっぱり亡くなった人たちを、あの持つ家族の人たちが少しでもね救われるようにっていうことと、あと魂は永遠に
存続するんだっていうことのね、その、うん、証明のためにもねやってるんですね。ポールさんがこのそういう番組を始めたきっかけは何だったんですか？ And I wanted to help these people. I was blessed to see some of these people, and I realized that many people suffer after death, maybe in an accident or may even be in a hospital. They may die suddenly, and the loved one is at home. And longs to be there, and afterwards they have these guilt feelings. Why wasn't I there at the moment of passing? And this is why, through contact with a medium, this can be put right again. 例えばなんですけど、ポールさんが江原さんを霊視するっていうのは可能なことなんですか？いや、嬉しいな。できることなんですかね？ I'm sure. 自分で自分の霊視とかはできるんですか？あのね、やっぱりね、自分で自分のことってほら誰でもそうだけど気がつかないことっていっぱいあるでしょ、うん、お医者さんが自分の病気をちょっと見落としちゃうから。そうそう、だからすっごく楽しみなんだ。なるほど、新鮮。はい、江原がテレビの前で霊視されるのは今回が初めてのこととなる。果たしてポール・ミークが伝える江原へのメッセージとは。 Well, the first thing I feel, I'm very surprised because 自殺か事故って言いました。ヨーロッパで著名な霊能者ポール・ミークが江原を霊視する。果たしてどんなメッセージが届けられるのか。 Well, the first thing I feel, I'm very surprised because I feel a great strength with him.It's like as if he was quite young when he had to stand on his own two feet. And I feel a lady from the spirit world who tells me, mother, you must have a mother. She had a very, very difficult life, your mother. She's talking about suffering. So I know she would have suffered before she went into the spirit world, but she seems to feel that it was quickly.It must have gone very quickly. It was as if it was something that was a bit of a shock when she actually went into the spirit world. And I felt that she didn't always tell everybody what she was going through. I felt that sometimes she may have had pains and she didn't tell anybody. She felt they would go away quickly. But at the end, she tells me it went very quickly when she passed into the spirit world. あのね、まずね、僕はあの母親さっきみたいにもう亡くなってるんですよ、はい、癌だったんで、うん、まあ半年ぐらいで亡くなったんだけれども、うん、その間ね、確かにおっしゃること一つね、的確なのはね、一回も鎮痛剤使ってないの。本当ですか？うん、あのね、まあみんなが言うにはすごく我慢してたんじゃないかっていうわけ、うん、だからそういった意味ではおっしゃる通りですごく我慢痛かったんじゃないか、苦しかったんじゃないか、うんうん、最後の苦しい時でもね。 I sense a young man close to you, a young man. There is a man who would have had a tragic passing. I don't know if it was a suicide or if it was some sort of accident, but there is a young man who comes close to you, not in the family. 自殺か事故って言いました。じゃあごめんなさい、その若い男性についてもう少し情報もらっていいですか？ポールに見えるという若い男性とは一体誰なのか。さらなる更新を試みる。そして I think there was something to do with wheels. I'm not sure if it was a car or a motorbike or something with wheels. It was an accident. Accident. With wheels. あの車とか車輪。顔が見えた。大学時代の同級生。高校から大学のね。で、オートバイの事故で死んでるんです。即死で。そうなんですか。今でも時々ね、どうしてるかなっていうふうには僕は思った。向こうの世界でね、手を振ってるっていうその映像が見えたの僕にも。I do feel that his books would be translated into some other languages. This message will be spread to in other countries. They're talking about that he is there in order to spread something.To many people, and this will go beyond Japan. It could be other countries as well.
でも嬉しいメッセージですね。そうですね。っていうかね、実際にね、ついこの間ね、初めてね、僕の本がね翻訳されたんですよ、韓国語に。はい。で韓国にね今言ってて、だこれから先ねまた本が出るかな。間近で見たの私は初めてなんですけど。うん、こんなことまで分かってしまうのというか。面白いね。初めて会った江原の過去を言い当てたポール・ミーク、それは偶然なのだろうか、それとも我々の目には見えない世界が存在するのだろうか。初めてだったんですか、テレビでスピリチュアリストの方に見てもらおう。そうですね。でも私はイギリスってかね、ロンドンに行くと必ずミディアムに会います。矢田さんぐらいの人だともう自分で全部見れる感じするんですよね。ね、自分自身のことっていうのはね、見えてもやっぱり皆さん誰でもそうだけれども、自分なりに取ってしまうでしょ、受け取ってしまうでしょ、自分のことって、自分よがりに都合のようにね。英国ではまあたくさんいます、こういう人。イギリスの例の方はやっぱり英語で喋られるんですか。言語っていうのはそのこの現世的なものですよね、はい、声とかを通してのね、はい、ものでしょ。全てはインスピレーションなんですから、ですから思念を受け取ってそれが自分の中で言葉化されて伝わってくるわけです。例えば私がなんか死んでて、はい、でいて皆さんに同じメッセージを伝えても皆さんの使う言葉とかは変わってくるわけなんですよ、はいはい、でも言っているニュアンスは同じだっていうと、うん、よく霊媒っていうのはね、はい、外国の、ね、霊が置いてきてってたどたどしく英語喋ったりとか、はい、まあ、それは嘘だと思ってください。たどたどしさがあまりあるわけないんです。深く入信してできる人は流暢に喋るはずです、自分がその言語を知らなくても。ここで今回スタジオに集まった100人の皆さんから超常現象に関するさまざまな疑問や質問を募集、それを江原がその場でランダムに選び本人の前で回答。超常現象はなぜ起こるのか、その意味に迫る。江原と100人、超常現象、質問疑問公開カウンセリング、はい、江原さんにもアットランダムに選んでいただいて、はい、答えていただきたいと思います。東京都杉並区の斉藤さんです。今から3年前、斉藤さんが旅行へ出かけた時のこと。部屋に入った途端嫌な気配を感じ、得体の知れない恐怖が襲ってきたといいます。どうしたの。この部屋嫌な感じがしな。旅行先で泊まろうと思った部屋が何か嫌な感じがした場合どうしたらよいのでしょうか。その対処法があったら教えてくださいということで、はい、斉藤さんはその実際に霊を見たですとか感じたことがあるんですか。なんか霊を見たことはないんですけど、部屋に入った時になんか嫌な感じがしたことはありました、うん、はい、うん、ただね、そうしない方法ってあるんですか、うん、霊がつくとかよくあるじゃないですか、はい、つく霊が悪いのではなく疲れる自分が悪い、ね、これまず定義として持っておかなきゃいけないです。だから何か非常にネガティブな思いの霊がいるとなったらば、自分がそのネガティブな霊なんですということは、極端なことを言うとなかなかできないことなんだけどね、極端なことを言うと、どんな因縁深い土地や家に住もうが、自分自身がそういう波長でなかったらば一切の影響を受けないってことなんです。そうでなかったら私たちは、変な言い方だけどこの日本の中でもどこの世界中どこでもそうだけど、血の流れてない土地なんか探そうが大変ですよね。それだけの歴史があった、それどこ行ってもみんなうっとかってやっちゃ大変じゃないですか。みんなその辺でみんなもがき苦しんでね、聞いたら大変なことなんですね。で万が一嫌な予感気配がするなと部屋に入ってといえば、自分の意識を余計に強く持つことです。話しかけること、おやめになってくださいとね、今日はここは私がね一日お世話になるところなんですとね、あなたとはねそういった意味では関係ないことなんだから私のこの時間を邪魔しないでくださいとね、言葉にして伝えること、それが念になるから。だから霊だからってなぜ恐れなきゃいけないのかっていうこと、やっぱりだからそういった意味ではね、ご遠慮くださいって言えば分かるのと同じで、おおよそは大丈夫です。はい、次お願いいたします。続いては江東区の栗原さんです。
夢の中で主人の祖母からメッセージがありました。それは、神棚のお札をお焚き上げに出してほしいとおじさんに伝えてほしいんだけど。結婚する前に亡くなっている方で会ったこともないのに、なぜ私に伝えてくれるのでしょうかということで、はい、これは、どういうことでしょうか。そのお札を足元に、置いてある映像が見えまして、おばあちゃんが出てこられて、そのお札を納めてほしいっていうふうに私に言ってくるんですね、うん、何かあると私のところにメッセージを伝えてくるんですが、うん、そうなんで私のところなのかなと思って、うん、あのね、まずね言えるのはね、それは確かにそのおばあさんのはずです。実はねこのお札のことっていうのは象徴なんですよ、一つのね、お札のことが言いたいわけじゃないので、このおばあさんっていう人、あなたのお家じゃないからご主人側だから聞いてみられたらいいと思うんだけども、なかなかご苦労されてきた人ですよ。でいて女手 で本当にみんな育ててきた人なんですよ。でお金の苦労、食べ物の苦労相当してきたはず。それ聞いたことありますか。あります、うん、はい、でそれだのに、はい、ね、みんな感謝がないんですって。だから伝わりやすい人に行くんですよ、メッセージって。ああ、そうですか、うん、はい、かといってあなたお嫁さんでしょ、はい、角が立つじゃない、はい、なかなか言えないじゃない、はい、言いにくいね、そういった時にはおばあさん私に言えるのはね限りがあるのよと、はい、ね、なんつったって嫁だからって、はい、ね、そういうふうに答えてあげればいいんですよ、はい、だけれども自分ができる範囲はするからねと、はい、ではできる範囲ってどういうことかというと、しんどい中うまくあなたが中取り持ちするってことです。だけどおばあさん感謝してんの、だからそこであなたによろしくねっていうことを言いたいの。うん、思い当たりますか。はい、そうですか、はい、ありがとうございました。では次の方お願いします。はい、なんだか宝くじみたいです。抽選会のみんな、うん、はい、以前正夢のようなものを見ました。その夢は高山さんが車を運転しているところから始まりました。そしていつもの交差点に差し掛かった時、自分がいつも通る道で車を運転していて事故に遭う夢でした。正夢になっては困ると思い注意をして運転していたところ、1週間後夢と同じ場所で事故が起きていたんです。これは正夢だったのでしょうか。霊視を始める江原、一体正夢にはどんな意味があるのか。しかしこの後江原の告げる言葉で意外な展開に。夢で見た事故が現実に起きる、いわゆる正夢は本当にあるのか。そしてこの後霊視した江原の言葉が意外な展開を生むことに、ね、まさしく予知です。だからね、予知能力っていうのはね、あのね、自分自身が遭遇するように見えたりするんです。よくイコール自分っていう注意ももちろん大事なんだけど、それだけじゃなくてそういう事故があって、あ、こういうことを見てたのかと、ここは危ないってことを教えてたんだなっていうふうに思ったらいいんですね、はい、必要以上に怖がる必要はありません。はい、うん、ね、それであなた自身はもともとそういうとこありますね。あなたのオーラの色を見てるともともと感が強いでしょ。そうかもしれないです、うん、でいてただね、いけないのはね、ネガティブなことばっかり見てるの、いつもそういったことばっかり的中するんですよ。ね、はい、それは自分がネガティブなの。波長の法則ってね、類は友を呼ぶ。だから自分がネガティブにいるとネガティブなことばっかり引き寄せるから、ね、これをねプラスに生かすんですよ。そうすると良きインスピレーションとなるから、はい、ね、つい心配性っていうんですか、何でも悪い方に。小さい時ちょっと体が良かったしね、あなたの兄弟がしっかりあなたを守ってるのね、兄弟てか、うん、心配しけてるの。この世に生まれられなかった子がいる。ありがとうございます。わかるでしょ。知らなかったです、ね、だけどもあなたそうやって気持ち感動するでしょ、はい、気がついてもらって嬉しいの。だからそれで現実に調べ、分かった方がいいよ、はい、ね、それであなたが泣いてんじゃないよ。それ不思議でしょ。あなたも怖いでしょ、自分でなんで泣いてんだろうと思うでしょ。その子がねようやく分かってくれたと思ってんの。喜んでる、うん、そう、女の子さんなんだけどね、生まれてればね、うん、であなたのやってる行動とかが羨ましくて、だけどただあなたにちょっと見てイライラしてムカついてんだけどね、この子はね。なぜかっていうと、いっぱいいろんなことできるのにあなたね、すごい躊躇していつもやらないんで、やっても中途半端だって今まで。
ね、怖がってね、一回でももういろんなこと勉強すればいいじゃんって、海外行きたいって行けばいいじゃないとかいろんなこと言ってる、その子の分まで頑張らなくちゃね。あの自分のなんていうか感受性が強いというか、こう敏感なところがすごく生きていくのに辛いところだと思い込んできたので。人生に、ね、失敗はないんだからね。はい、うん、失敗って思うことが間違いなの。生まれてくる、生きるってことはそういうことなんだから、はい、それを乗り越えていくことだから、失敗は成功のもとでしょ、はい、っていうことは皆さんだってそうだけども、今までの人生に失敗と思えることがなかったら皆さん成長してないはずなんです。心がね、何にも苦労したことないって言ったらないでしょ、ってことは失敗はないってことなの、ね、だから恐れないことなの。人生は旅と一緒なの、帰国するの必ず。だからね、ビク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 してて宿にこもっててね、ね、名所見ないなんて言ったらつまんないでしょ、はい、一個でも見んの、転んだって鼻血出したって見んの、ね、そう思えば大丈夫。わかりました、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ここにある一通の報告書がある。それは100年以上の歴史を持つ心霊調査団体ゴーストクラブが依頼を受け、ある場所を調査した結果を今年発表したものである。ゴーストクラブとは、科学者、心理学者、霊能者などが集まり、霊現象などの超常現象を科学的実験などを通して様々な角度から検証分析していく組織。そしてそのゴーストクラブの報告書には、ロンドン郊外のある洋館で起きた衝撃的な霊現象が生々しく報告されていたのだった。その館の名前はハムハウス。17世紀初めに建てられたその古い館には、300年以上もの間霊を目撃したという証言が後を絶たないのだという。そしてその館はいつしかホーンテッドハムハウス、何かに取り憑かれたハムハウスと呼ばれるようになった。 We have lots of ghosts at Ham. That's because the person who had the flat before me actually had the local priest in and had it exorcised. So I've always presumed that I was safe. But more than the last year, things have happened in there that have made me wonder if exorcism wears off. 歴史的価値のある保護資産として管理されているこの館を観光客が訪れると、あら、かわいいワンちゃん。ああ、だけど動物は入っちゃいけないじゃないのか。犬を飼うこともできないはずだよ。するとその犬は壁の中にスッと消えていったのだという。さらに、なあ、足音がしないか。And we also hear footsteps up and down the great stairs where she would have moved from the ground floor to the family apartments on the second floor. And again, that footsteps were accompanied by a tapping of a stick. At recent time that you or anybody's heard the tapping of the stick and the footsteps of the old lady? About 3 weeks ago. Simon, ここに足跡がついてるわよ。しっかり塗ってちょうだい。そんなバカな。ゆべは俺以外いなかったし、夜誰かが入ったら警報器が鳴るはずですよ。残された奇妙な足跡、それは400年前ここに住んでいたある女性の得意な靴の形によく似ているという。 The people who really, well, the main ghost that appears at Ham House is the Duchess. Her first name is Elizabeth. 大広間に巨大な肖像画として飾られている女性、それが父からこの館を受け継いだというエリザベス・メイトランド。 Very, very headstrong, very clever, very intelligent. And according to people who knew her at the time, she made a very bad enemy and a very good friend. ハムハウス最初の所有者としてこの家に住んだエリザベス。現在も彼女にとてもよく似た例の目撃証言は後を絶たないという。国王の側近として強大な権力を持っていたというメイトランド家の長女エリザベスがなぜここに存在するのか、この屋敷で一体何が起きたというのか、それを確かめるため一昨年の9月、ゴーストクラブがこの館の本格的調査を開始。およそ1年間5度にわたり緻密かつ科学的な調査が行われた。そしてその結果、信じられないような現象が
次々に起きたのである。まずはエリザベスが頻繁に目撃されるという階段、ここを調査したゴーストクラブはその調査中とても奇妙な写真を撮影した。肉眼では何も見えなかったはずの場所にとても鮮明なオーブと呼ばれる自然発光体が何回もカメラに映っていたのだ。さらに2階の大広間でも調査するゴーストクラブのメンバーの顔とほぼ同じ大きさの巨大なオーブが撮影された。そして1階大広間横の部屋には19世紀終わりにこの屋敷に住んでいた住人が使用していたという車椅子が展示されている。ある日アンさんはその部屋の戸締まりをし防犯警報器をセットして眠りについた。しかしその翌日、なんと車椅子は部屋から廊下に出ていたのだ。その時部屋の警報器はセットされたままだった。果たしてこれもエリザベスの仕業なのか。この車椅子をゴーストクラブが調査した結果、この部屋でも鮮明なオーブが撮影された。 We have a wheelchair that has a tendency to move around the building.And on one particular occasion when the ghost club was here, they left the wheelchair in the corner and they left a camera with a 4-minute exposure on the camera and left the room and left it running. And when they came back, they found what looked like somebody had walked past it. Although they'd been outside the room all the time, it couldn't really have happened. さらに、ゴーストクラブが撮影したこの写真には、明らかに人らしきものが通り過ぎる姿が撮影されていた。こうして1年間による調査分析の結果、ゴーストクラブが出した答えは、ハムハウスには幽霊がいるという結論だった。I have no idea how friendly they're going to be. 敷地面積3万2370平方メートル、部屋数92、400年の間貴族たちが住み、権力闘争に明け暮れたというこの館で、果たして何が起こったというのか。数えきれないほど報告される例の目撃証言や奇妙な写真は全て思い過ごしなのだろうか。ゴーストクラブの科学者でさえ例の存在を否定できなかったこれらの超常現象、その全ては知的で狡猾だったというエリザベスの仕業だというのか。それを確かめるべく江原がハムハウスへと向かう。江原さん、今日はどこに行くんですか？これからね、実はね、ロンドン郊外なんですけどね、はい、ゴーストが出るって言ってね、割と話題になる、なっているところで絶対起きないっていうような現象が起きちゃってね、はい、で本当に困り果ててて、はい、ぜひね、来てほしいって頼まれたんですよ。そして広大な敷地の中を抜けた先に、ついにハムハウスがその巨大な姿を現した。その洋館には歴史に生まれた意外な過去が。すごい。300年間霊が目撃され続ける館ハムハウス。調査の結果、次々と起こる不思議な現象、頻繁に目撃されるエリザベスという女性の霊、全ての謎を解明するため江原が館へと向かった。すごい立派ですよね。うわ、すごい。そこそこ、こっちの玄関みたいなドアありますよね、はい、ありますよね、上2階ね、うん、2階のそのすぐ隣の窓、クロスになってますでしょ、それの左側、左側、クロスの左側の下のだ、はい、あそこにあの女の人立ってる、あそこのね、はい、こっちの塔あるでしょ、うん、の3階、真ん中の、閉まってますよね、閉まってる、閉まってる、はい、あそこに男の人がいる、やだ、あそこ結構多いもん、たくさんいる、あ、本当ですか、あ、ほらほらほら、ちょっと待ってくださいね、あ、いや、ごめんね、ごめん、大丈夫大丈夫、いやいや、すると江原はスケッチブックに何かを書き始めた。なんて、ここから上しか見えないから、そうですね、窓をどっから見てるってことですか。そう、これは男性の方ですよね。そう、あ、それもかぶり物ってことか、ぶり物、これ帽子、いろんな時代の人がね、混ざり合ってると思うんですよ。今見えるだけでもね、3時代時代が違う。江原さんが来たこと分かってるってことですかね。分かってますね。
なんかいっぱい大勢の人がぐちゃぐちゃ話してる声聞こえません？なんかちょっとごめんね。大勢ってことですか？江原に聞こえるその声とは一体何なのか。その声を確認するため、江原は館の正面玄関へと近づいていく。すると阿部さん、開けてくれんのか。ここから開けてくれるんですか。痛いですね。あ、よかった、びっくりした。え、違うよ。また。え、違うよ、やっぱりそうでしょ。開いたんだよ。自然に開いたでしょ。開いたんだ今、ね。開いたんだと思う。だって人もだって。開いたと思う。ありがとうございます。ここすごいね。自然に開いてる。ここ開いたんです、今。え、ちょっと待って。でしょ。ね。この時スタッフは管理人のアンさんから裏口から回るよう指示されていた。開かないんですって、原さん。これでも人は出てきてないの。ドアの向こう側にいるんだと思うの。ほら閉まるよ。ほら言ったからかな。閉めないで、閉めないで、開けてください。そうだ、開けてください。閉めちゃった。びっくりした。交差掴んでました、ごめん。いや、いいよ。ほら、ね、阿部さん、開けてくれんのか。ここから開けてくれるんですか。痛いですね。あ、よかった、びっくりした。え、違うよ。違うよ、やっぱりそうでしょ。開いたんだよ。自然に開いたでしょ。開いたんだ今、ね、開いたんだと思う。だって人もだって開いたんだと思う。ありがとうございます。ここだって開かないって言われたんですよ。自然に開いてるもん。開かないって言われたんですって今、ちょっと待って。でしょ。ね、だってここにだって人の声が聞こえて。ここ開かないって言われたんですよ。でしょ。開かないんですって、原さん。これでも人は出てきてないの。ドアの向こう側にいるんだと思うの。ほら閉まるよ。ほら言ったからかな。閉めないで、閉めないで、開けてください、開けてください。ダメ、閉めちゃった。今目の前で起きたこの現象もエリザベスなのか、それとも中入ってる。どっちから入る。超ビビった。取れた、取ったの、取ったの。本当ですか。すごいでしょ。取った、びっくりした。一瞬開けてくれたって言ってかと思って、辰波さんにびっくりしたって言いに行ってて切れたのかと思ったら、こんなにいつも開くんですか。こんなにはっきり現象が起きるとか珍しいと思うよ。本当ですか。ごめんなさい、びっくりして途中ですか。いやいやいや、なんかジムさんが開けたのかなと思って、あ、ごめんなさい、開けたのかなと思って。ここの扉にも誰か開けてました。落ちかと思ったら開いたんです。ここの扉開いた、開いた、開いた。誰かが鍵を開けて開けてくれました。あ、おばさんでしたか。違う、うん、誰もいないの。誰もいない。うそ、ほんと、ほんと、ほんと。びっくりした、ごめんなさい、体にくっついちゃった。そうでしょう。すいません。ですよ、絶対に僕じゃないですよ。そうですよね、ジムさんかと思っても、ジムさんって言おうと思ったら。確かに、だってあまりにもね、確かめましょうったって、あんなゆっくりは。しかも閉まりましたよね。すごい、ジムさん、ここは。あ、ほんとですか。ね、みんな来てでも、うん、ついてきて。そしていよいよ江原が館の中へ。
最初ね、あそこの、建物っていうのは、なんてナショナルトラストで要するに文化財みたいなものなんですよ。ですから、カメラとかいっぱいあったんですよね、行ってみたら。で、だけれどもその正面の玄関っていうのは開けてくれないっていう、要するにそれだけ大切なものだから、開けることはしませんと。で、入るのは通用口から入ってくださいっていうことだったんですね。たら足音が結構聞こえるんですよね。でいて、そしたらうちにガチャガチャっと開いたから、でもちろん誰もいない。でいて、僕はそこの開いたそこに霊っていうのは見えないですね。ただ扉の向こう側にいるなっていうのは感じてて、うん、だから逆に言うと、この放送をすることによってなんかやらせじゃないかとかってね、思われるんじゃないかっていうことがすごく心配されたんだけど、だからそういった意味ではスタッフの映像から何か全部映ってるのは、スタッフも一回カメラをこう下げちゃってたんですよね、うん、もう大丈夫かと。そうだから伊藤さんのリアクションが全てを物語ってるわけですよね。超ビビったと思って今一応気をつけてるんですけど、江原さんだけがどんどん前に行くんですけど、私はもうみんなまとまってみたいな、私の人はならないです、スタッフだって怖いよね、本当近くにいてみたいな。もう後ろにそのエリザベスという、ね、はい、あの屋敷にある絵をね、写しているものですけどもね、はい、ただ、エリザベスという人物のはいるんだけれども、だからこれはただ間違って見てほしくないのは、いわゆるそのホーンテッドハウスっていうかね、そのゴーストの話だっていうだけの興味本位じゃなくて、実はそこにいた人物の悲しいメッセージがあるんです。300年以上の間霊が目撃される館、ホーンテッドハムハウス、その鍵を握るエリザベスという女性の存在、そしてその館に多数の霊を感じるという江原、さらに目の前で起きる超常現象、そこには一体何があるというのか。ついに江原は館の中へ。びっくりした。Hello, nice to meet you. I'm Ehara. Hello. Nice to meet you, Yuko Ito.先に確かめていただきます。そうですね。Did you just open the front door? Did I just open the front door? No, I'm just here. When I was around here trying to get those gates open, they were all standing in front of the front door. The front door opened slowly and then shut. Yeah, because it's locked. It's a big key. Yeah, 大きな鍵があって、鍵が閉まってますよ。鍵がかかっちゃってました。It's a big key, so... They all saw it open, and I saw it shut. Okay, then. We have it on film. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Can. This is what it's like. Look, look. Can you close the back door for me? It's got a little... Thank you.唯一館の中にいたアンさんは江原を迎えるため裏口にいたという。ここですかね、このドア。そうですよね、アンさん。だってあの鍵だったら無理ですよね。この音ですね、この音です。無理ですよね、絶対ね。無理だよね、うん、このぐらい開いて誰もいなかったですもんね。その後カチャンって言ったんですよ。カシャンカシャンって音したの、うん、でね、こういうのがね、動いたの。I'm surprised that the door was able to open because there is an alarm on the door and the alarm wasn't taken off until you were coming in the house. If the door had been open, then that light would have been flashingアンさんが扉を開けるまで警報器は作動していたという。しかし扉が開いた時警報器は鳴らなかった。やはりこれはこの家に存在するというエリザベスの仕業なのか。そして江原は管理人のアンさんに導かれ、広間の奥にある車椅子の部屋へと向かう。ここはね、いるんです、そのまま人がいるの、その車椅子に座っているの。There's a label last night. You remember last night? It was just on the floor, and then today it was, but it was just hidden, wasn't it, when we left last night? And then this morning when I saw it, it was hidden underneath the stool, and now it's at the back. 前夜、この車椅子を2回にわたって撮影した映像。プレートと壁の位置を比べれば、車椅子が右回りに前進しているのが分かる。
ってるガウン着てガウン座ってそこに行ったこの中入っていきました、はい、その奥の部屋はかつてこの館を所有し住んでいたある男性の寝室に使われていたという、okay. ガウンの紳士が椅子に座ってたんです、right. でその人がここに入ってきたんです生前は車椅子を使ってた人じゃないかと思うんですはい。この人江原に見える男性の霊それは20世紀初めにこの館に住み車椅子を使っていたウィリアム氏であると江原は言う動く車椅子とウィリアム氏の霊そこにはどんな関係が続いて江原はエリザベスが晩年使っていたという寝室へと向かうすごい部屋ですね霊視をする江原果たして今はいないんですけどね、うん、いつもここに人が座ってる女性ですすごくね寂しそう寂しそうとは何を意味するのか400年前この館で暮らしていたエリザベスにその頃一体何が起きたというのかそして江原は再び1階の大広間に戻ってきた霊視をする江原続いてエリザベスがよく目撃されるという階段へそこをちょっと入っそこまで行っていいですかするとああさっきのあの人が神父さんみたいな男の方さっきの男の人がたまにあの辺に出てきますよやっぱりそれからチャペルの中にいやそこにいらっしゃるでねすごくね迎え入れてくれてる来なさいって神父に導かれ階段で行進を始める江原するとここの大勢で行かなきゃダメですかね少人すごい少人数にしたいんです江原はなるべく少ない人数で2階へ行きたいと言い出した果たしてそこに何を感じているのだろうか神父の霊に導かれ2階へと上がっていく江原そしてこの館の謎が少しずつ解き明かされていく さっきの窓ここでしょこの位置ですね、はい、これここからさっき覗いてたほらだからさっきのこの人ですよねこの人が見てたの、うん、さっきのね椅子、はい、部屋の椅子あるでしょネグリジェの、はい、ネグリジェの女性、はいはい、が左側の人あエリザベス、うん、この人が、うん、あこれと同じ格好さっきの絵 looks like a lady in the portrait でも袖が出ててって言ってますもんねエハラが初めてエリザベスの存在を明確に告げたそこにはどんな結末がそうですよ You can still see it despite the shutters That's fine 当時の権力を象徴するかのように税の限りを尽くして装飾された部屋エハラはこの部屋でも何かを感じていた羊っていうんですか、はい、それメイドとか、はいはいはい、そういうね召使いみたいな人たちの霊が出るっていうのは全然聞きませんか Not appearances but happenings And the other is servant is the person who may be pushing the wheelchair As opposed to the man who's in it、はい、その人たちがねすごくこの館を守ろうとしてるんですあいやすごいお部屋でもうわ
2階の大広間、そこには当時の国王や歴代の住人たちの肖像画が多数飾られていた。ここの部屋で、ごめんなさい、さっき僕言ってたの間違いかも。ここの部屋にいっぱい人がいるんだと思う。When we've taken photographs in here, we've sometimes had 40 or 50 orbs in the room. ここにかなりいる。あそこにもいるし。すると江原は一人離れ、ここに存在するという霊と交信を始めた。そしてこの絵の人が、うん、とってもアンさんのことを気に入ってるみたいなんですよ。That's Lady Maynard, yes. マーガレットさんです、あの方で、この人エリザベスの妹で、彼女はここの館にいるんですよ。それでね、彼女がとってもね愛していた男の人がいるんですよ。 Hopefully a husband? 旦那、うん、だと思う。すごく愛してたんだけど愛されてなかったって思いなんですよ。あのこういわゆるこう政治的な結婚。 It might have been. They have no children. 今でも泣いてる。She just cries in my office. I would like to know that. There's something cries in my office at night. エリザベスの妹、マーガレットの存在。この館の資料によれば、マーガレットは当時貴族の中でも一番の権力を持っていたメイナード家に嫁いだ。しかしその結婚は決して幸せな結婚ではなかったという。あなた、こんな夜遅くにどちらへ行かれるんですか？どこでもいいだろう。僕はな、君の父親に頼まれてローダ・デイル家と結婚したんだ。君と結婚したわけではない。分かったか？でも。うるさい、僕の自由を奪うのはやめてくれ。マーガレット、どうしたの？彼がまたひどいことを。君はこの家のために結婚したんだろう。何があっても我慢するんだ。あんな家耐えられない。あなたたちに私の気持ちなんてわからないのよ。この部屋にね、紹介されてきて、彼女が一番強いと思う、ここで。なぜ妹のマーガレットがこの館に思いを残し存在しているのか。文献には江原が告げるように、彼女の結婚が決して幸せではなかったと受け取れる記述が残されていた。そしてエリザベスと対照的に、マーガレットの夫の肖像画はこの館に一つも残されていない。マーガレットが残す思いとは、憎しみ、それとも。ちょっと行ってみますか。それでね、彼女がだからすごくアンさんのこと気に入ってるでしょ。で、友達みたいに思ってるのよ。こう分かっ、気持ち分かってくれるでしょっていうふうにやってる。 I see. OK.そして江原はマーガレットの泣き声に導かれ、生前彼女が使っていたという部屋へと向かう。その部屋は現在物置として使用されていた。そして江原はマーガレットと交信を続ける。この辺とかにいつも足跡とかないですか？ No, just immediately outside the door. そっちしたことないですけど、あの寝室の表、ドアの表だけです。This, that leads to the servants' area where they would have serviced the Queen's private closet and the Lady Maynard's bedroom. So that's just the servants' area there. 彼女はね、こうやってね、こっちへこうやって来るのが見える。You can see her.マーガレットですか？そうです。江原の霊視によれば、ここには最初にこの館を所有したエリザベスとその妹の霊が、さらに300年後ここに住んでいたウィリアム氏の霊がいるという。全く時代が違う3人がなぜこの館に。そして2階で江原が霊視を続けている頃、1階ではある異変が起きていた。ちっちゃい影なんですけど、みんなで顔は見てるんですけど、画面には影しか映ってない。本当だ。画面左下の通路に注目。1階から撮影しているカメラマンとスタッフの間に、実体のない影だけが通り過ぎる姿が映っている。
これは本当に例じゃない、うん、400年前税の限りを尽くして建てられた館ホーンテッドハムハウス、エリザベス、マーガレットの姉妹、そして車椅子の紳士、さまざまな霊現象が意味するものとは一体何なのか。その全ての謎を解明するため江原はエリザベスの肖像画の前で再び霊視を始めた。今もあそこにねマーガレットがあのいます、あの扉の前に。江原が告げる霊視結果とそれを裏付けるさまざまな文献、300年の時を超え存在するという住人たちに一体何が起こったのか、その全ての謎を解き明かすため江原は再び霊視を始めた。今もあそこにねマーガレットがあのいます、あの扉の前に。She wearing something that we would recognize. 全部白いね、こういういわゆる寝巻き。People who see things on the stairs usually see a lady in black on the stairs, not white. But we've had young girls seen on the stairs in white by one of the psychics in the ghost club. その顔立ちはさっきの絵にあったマーガレットそのものです。なぜあそこに立つのか。誰かが来ると、だから夫じゃないかと思っていつも見るんです。彼女がやっぱりいつも泣き暮らしていた体のこととか両親みんなやっぱりあの彼女をすごく守ってた、かわいそうだということもあって、庇護してきたんですね。両親の力も持って、結婚という縁組がなされただけれども自分自身が一度も愛されることがなかった。この館にどうしてそのとどまっているのかっていうのはマーガレットは夫をいつまでも待ちわびている。それでエリザベスが出てくるのはそのエリザベスもそのマーガレットを心配してて出てくる。エリザベスとはとてもね仲は良かったらしいんです。エリザベスはとてもその気を使ってくれた。マーガレットの背中をそっとこうやってね支えるその姿はあります。マーガレットどうしたの。彼がまたひどいことを。君はこの家のために結婚したんだろ、何があっても我慢するんだ。あんな家耐えられない、あなたたちに私の気持ちなんてわからないのよ。でも私彼を愛してるの。マーガレット、来週までうちには戻らないからな。どうしてですか。何度言ったらわかるんだ。僕の自由を奪うなと言ったはずだろう。僕たちの関係に愛情はないんだ。違うか。実家に帰ってろ。後で迎えに行くからいいな。わかりました。少し部屋で休んだら。ううん、彼私を迎えに来てくれるって言ったの。だから私ここであの人を待ちたいの。いいでしょ。マーガレット、長くあのいつも一緒にいられなかった。 That's probably why she lived here then. She lived here when she was married as well. So maybe that's why she stayed here. その政略的な結婚ではあったのかもしれないけども彼女は本当に夫を愛していた。ここにずっと留まるんですかと言ったらば夫を待ちわびてずっといるんです。で、いつまでもその夫を守りたい、そしてここは自分たちの大切な館家なんですと。エリザベスとマーガレットが未だこの館に残るわけ、それは妹は夫を愛し迎えに来るという言葉を信じて待ち続け、姉はそんな妹を放っておけずその横に寄り添っているという。幼い頃から病弱で幸せな結婚ができなかった妹のそばで妹の思いが遂げられるその日までそっと見守りながら。
続いて江原は車椅子の紳士と交信を始めた。こちらでね、やっぱり強く出るのは、やっぱりここの車椅子のね、主人であるね、彼であると、その執事両方がいます。彼はね、自分の館だって言ってますよ。自分の持ち物なんだと、自分自身の館だから、ここにいて、いけないことはないんだと。でその車椅子なんですけどね、その病気によってね、足がどう悪くなったというよりも、なんかこう怪我、アクシデントだったようなことをおっしゃるんです。 He had an accident of horse riding. でも晩年の彼は非常に孤独だったようにやっぱり見えるんですね。でいて、どうしてここに留まっているのですかというふうに聞くと、やっぱりね、家族を待っている、そして家族を守らなければならないっていうようなことなんです。なんかどうも彼のご家族が非常に不幸なことに、こうみんなバラバラになってしまったらしいんです。思い出の中で暮らしているって言っています。だからここの館もこの庭も全部をね、このままにしてほしいっていうふうに言っています。夜な夜な動く車椅子、そこには未だこの館で暮らしながら家族を待ち続ける老紳士の思いが込められていた。アンさんに伝えなきゃいけないこと、そのやっぱりマーガレットにしても、みんなやっぱりね、ここの家に愛着を持っていて、愛していて、それでいてみんながそのマーガレット、時代は違うけれど、みんな家族を待っていて、ですからここにいるのはね、全然その悪霊じゃないんですよ。誰にも迷惑をかけず、いるっておっしゃってる存在です。 The spirit still inhabit this place at all. I'm glad. 迷惑だということがあったならば、それはそうね、アンさんが言ってくれればやめるっておっしゃってる。 Okay, I'll tell them. じゃあ言っときます。その誰が来てくれたのかな、誰が帰ってきたのかな、マーガレットはマーガレットで、で特にマーガレットはね、それだけ大勢来るってことはないか、誰が、そしてそのライオネスはライオネスさんで、迎え誰か来てくれたのか、会いに来てくれたのかなっていう思いで、だからあの正面の一番中心の玄関が開いた。だからある意味で閉めるときはがっかりして閉めたんでしょうね。400年前、税の限りを尽くして建てられた館、ハムハウス。しかしそこに住む人々は時にその権力の渦に飲み込まれる定めにあった。華やかな歴史の裏に隠された悲劇、何かに取り憑かれたと言われ続けた館に残るのは、恨みでもなく憎しみでもなく、たった一つの願い、それはあの頃のようにもう一度家族と共に。そういうドラマがあったんですね。そうなんですね。ですからまずこれ二時代が重なり合った話なんです。でエリザベスがそのこの霊的事象の一番の中心だっていうふうに言われてきたんです。でも実際に入って私が見ていくと、一番強く出てくるのは実はマーガレットで、そのマーガレットを見守るためにエリザベスが付き添ってて、じゃあの正面の玄関を開けたのはマーガレットなんです。だからマーガレットは常に本当に夫を実は愛していて、でそんな強情だ強いって言われたエリザベスも、やっぱり自分だけ幸せっていうのはやっぱりかわいそうで、妹を思ってね。また時代が変わって、車椅子の紳士は実は自分のその子供を待つっていうところがあるんですよ。共に共通するのが待ってるんですよ。でいてこれ面白いのはね、日本と本当西洋とか特にイギリスなんか違って、日本ってのは何でも依存心強いからすぐに誰かにぶら下がるんですよね。でもね、イギリスっていう国はみんな個人主義だから、人は人なんですよ。だからさっきあったみたいに、今住んでる人に迷惑はかけない、でその時の気持ちのままでずっと止まってるんですよね。だからもう諦めてってね、で夫だってもうこの世にいないんだし、向こうに行った方が合いますよってことを説得するわけです。だからあとは自分がでもそれでも
夫から迎えに来てほしいっていうわけ。うん、だけど夫にね、私ができることは、あの短い時間の中で言えることは、とにかくマーガレット迎えに来てあげてくださいと、あなたに真心があるならばねっていうことを言って、でそしてまあ帰ってきたっていうことなんですね。うん、今お屋敷をああいうふうに守ってるアンさんという女性も、うん、あの江原さんの話を聞いて、結局あそういうことが分かれば私も全然迷惑じゃないし、うん、全然それでいいわっておっしゃってましたよね。アンさんも似たような女性としての悲しみを持ってるから分かる。このイギリスの本当体験っていうのが、うん、やっぱり私すごく大きくて、人生観変わりましたでしょ。うん、あもうこれやだなと思うことも本当ちょっと考え方って角度を変えると、それがまた自分の肥やしというか成長する一歩になれたりするから、なんかそういうふうに日々過ごしていかなきゃなと思います。ちょっとあの矢原さんの話を伺ってと思ったのはね、はい、あのレイとの付き合い方の間違った情報がちょっと多すぎますね。あの遊び半分で恐怖を煽ったりとかして、もっとあの違う純粋な気持ちでレイと付き合っていけばすごくあのいい生活を送れるんじゃないかなっていう。あと僕はあの矢原さんから褒められた念力を訓練によって強くしてあのみんながこう幸せになれるように近い人から幸せにしていこうと思いますね。俺救いたいんだね。とにかく分かっていただきたいのは、死後の世界を知るということね、とか死後の世界のことを見るということは、今いかに生きるかを知ることです、ね、だから死後の世界についてとか霊がとかってやたらと面白がって言った時に何の意味もないわけですね。じゃあ皆さんの中でもしこのテレビでも見て死後の世界をもし感じた場合、死後の世界があるならば今をいかに生きるべきかってことをつなげていって考えてくださいなと困るんですね。やっぱりだからこそ今をどれだけそれこそポジティブに生きるか、ね、死んだ後、ね、ああやって未練や、ね、それこそ悔やみにならない今、ね、その生き方へつながっていただかないとこの番組の意味がないと思っています。死後の世界が本当にあるのか、それは私たちにはわからない。しかし霊の世界があってもなくても一番確かなことは、あなたが今生きているということ。大切なのは今をどう生きるのかということなのかもしれません。